おはようございます。これからですね、早寝メンバーのコーチとコーチ交流会をやっていきたいと思います。コーチ交流会が終わりました。やっぱコーチと集客、これはもう切り離せない関係だなと思いました。集客難しくて逃げがちなコーチも多いかと思いますが、やっぱここですね、こうメンバーと話してて皆さん悩んでるところは同じでした。ではこの後コーチが2本ありますので、気持ちを切り替えて頑張っていきたいと思います。コーチング2本と座談会と説明会が終わりました。疲れた。ただやっぱ僕話すのやっぱめちゃくちゃ好きっすね。その大好きな話すことがもう仕事になってるので、改めて幸せだなと思いました。午後は特に予定がないので、動画編集だったり事務作業は読書していきたいと思います。お腹が空いたので実家に昼飯を探しに行きます。毎日恒例の YouTube 更新した後のチャンネル登録者数が増えてるか、さっき見たら560でした。では行きます。変わらずただありがとうございます。さっきはチャンネル登録が560人でした。果たして増えてるか。ドン。減ってる。減るやないかい。もう頑張るって言われてるんでしょうね。頑張ります。今日も楽しい一日でした。今日はもういろんな人と話せてマジで楽しかったですね。その分疲れてますが、いい疲れです。そしてですね、今日一日で新規のクライアント様3名から体験セッションのお申し込みをいただきました。集客は地道な活動が多いですけども、コーチングに可能性があることを信じて動き続けるのみだなと改めて感じました。明日からも1週間頑張っていきたいと思います。それではおやすみなさい。Since I was a child.